はいどうもお疲れ様です。今日は3月11日土曜日ですね。まあ3月11日といえば311をま思い出してならないんですけども、まあ服しながら相場解説をしていこうかと思います。まあ今日はもちろん土曜日なんでね、えー、特にこれから値動きを起こりよってことはないんですけども、昨日22時まで粘ってですね <laughs>、粘ってここの 一番先端のところですねここまでたどり着いて、まあ、その時にこのヒゲのちょっと解説もしましたけども、まあ、なんとかあの損を出さずに済んだかなというところです昨日は本当に危なかったですね、まあ、上昇圧力が強かったんでその思いのまんまにあ買いポジションを昨日の午後取りましたけどもね皆さんにお知らせした通りそこからですねガクンと下がったもんですからああこれはしまったかなと思ったんですがギリギリまで22時まで粘った結果上昇していったということになりますそして 今日お話したいのはそこからなんですよね。昨日、理覚をして放送した22時の、その本当に直後ですけども、ドカーンと材料で大下がりしたわけですよ。これはですね、すごいですね。135の556と134の544をぶち抜いて、えー、と2円から3円、こうね、円高の方に向かったわけですよね。これ何が起きたのかなと。 いうことでございま,すまああのテクニカル派の私たちとしてはあんまり関係ないことでありますけども一応探ってみましょうかそれがですねこういうことなんですよねはい米国雇用調整なんとですね失業率がに上昇してしてまったったてことですまあ日本でもね失業率っていうのは <laughs> だいぶ問題になってます特にロスジェネ世代を中心にもう再雇用がかなり難しくなってきてね私たちにはなかなか打つ手がないなというふうに考える事態でございますけどもアメリカの方でも別にね 余裕かましててるわけじゃなくって本当に公園にテントを張って暮らしてる人もいるぐらいですからね、うん、あのホームレス問題ってのはどちらかというとアメリカから先に起きてますんで日本はつい最近のことなんですよね、まあ、もちろんみなしごとかねバラック住宅とか、まあ、戦後はありましたけどもねだんだん減ってきて改善されたんですけどもアメリカに関しては昨日まで、えー、本当に安定した雇用を受け取っていた人が急にサブプライムローンじゃないですけどもねあのデフォルトして。 公園で暮らすみたいなこともあるわけですよ、ね、まあそういった下がが起きてるのがアメリカです、まあ、つまり成り上がりにもなりやすいけども成り下がることも結構あるというねリスクとリターンが共存しているのがこのアメリカというところなのかなというところですね。まあ日本は割と本当にそうは言ってもお安定しているところがありますからね、うん、まあ安定がだん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 値下がりしてきてますけどね。あの 何分厚い中間層が分厚い低所得者層になってきてまあそれでもなんか外食産業とかね最近私もあの田舎スーパーの弁当はすごく出来がいいみたいな動画出してますけどもなんかね円円とかでで食べれるる弁当ってあるんですよねうんこれ企業努力というのかそれとも悲しい時代のなんか転落なのかちょっとね分かりませんけどもはいいろいろと喋っちゃいましたけども記事の方読んでみましょうか。 米労働省が10日発表した2月の雇用統計これですよ昨日の下落の要因は非農業部門の就業者数は前月から31万人増えたと伸びは20万人強の市場予想を上回った失業率は半世紀ぶり低水準となった1月の3.4%から3.6%に上昇したとだから3億6千万人いる国のアメリカの 3.6%0.2% の伸びですからね結構多くの人が失業しちゃったわけですよね えー、FRB のパウエル議長はデータ次第で利上げペースを再加速する可能性が出たということでダブルでですよ雇用調整が起きてダクンと、ね、下がった上にパウエル議長がそれに対してのコメントをしたわけですからダブルで昨日はね、えー、インパクトを市場に与えたってことなんでしょうかねその結果がこれですよ。うん、で早速ふなんか売られすぎが戻ってきて。 反動でねちょっとこう戻ってきてでここら辺に安定してるなってとこですけどもどうやら週明けはこの間からレンジオプションで考えていくことになりそうですねうんまあね今週第10週はこれで終わったわけですけども第10週はね137円ぐらいにとどまってくれればなと思ったんですけども大どんでん返しといいますか材料がドカンとダブルで起きてまあ振り出しに戻った感じですかね えー、来週第11週は134円から135円の間でやきもきするところからスタートということになりそうですはいそれでは今週もお疲れ様でしたどうもありがとうございましたどうもこんにちはストッカ塾の久保です今回は FX オリガルヒのご案内をさせていただきます、まあ、人生100年時代といいますけどもね50歳を過ぎた時にまだ残り人生半分あるわけですよこの50年を どのように切り開いていくかそして金銭的な自由と時間的な自由を手に入れて楽しく健康に生きていくかやっぱり心配になりますよね私もまだまだね安心しきったわけではないんですよその中でそううは言っっててても50過ぎるるるとととでできることって限られてくると思うんです。しかし私はねこの40代を過ぎて後半の5年6年を FX に捧げてみて思ったのは時代がどう変わっても FX はそこに凛としているなってことなんですよ つまり FX を一回攻略してしまえばお金と時間の自由からはもう完全に解放されるんではないかなとところなんですよねそして FX ってのは上がるか下がるか超反爆死みたいなもんでどっちかにかければいいわけなんですよ、まあ、ちょっと乱暴な言い方になりますけども何も知らなくてもゴブゴブでやっていけけるわすんで FX の勉強っていうのはこの五分五分のバランスをちょっとだけ傾けて4対6ぐらいにすればもう OK なんですよ あとは投入する資金によってお金の増え方の角度が変わっていくってことになりますで今回ね7年間みっちりと私が毎日放送を繰り返しながらやってきたこの FX オリガルヒ多分この動画をご覧になってるって方は、まあ、そこそこね FX オリガルヒの購入のご検討の意思が固まっている方だと思いますその方に最後のご案内としてですね FX オリガルヒは実際にどのようにやって学んでいくのか そして動画の講義っていうのはどのぐらいのペースで行われているのか実際に使っているポータルサイトと実際に使っている YouTube チャンネルを紹介しながらお話しようかと思いますでこの FX ウェルガルヒプレセールは2022年の6月だったんですよその時は29万8千円のプレセール価格だったんですけどもただ動画は一本もなかったですこれから始めますよっていう掛けけ声だけで えーまあ、8名のね限定枠のところをなんと15名の方が参加してくださったんですよね非常にありがたいスタートになりましたそれから毎日日々講義や Q&A やあー積み重ねた動画っていうのがしっかりとたまりまして今令和5年2023年の3月を過ぎたわけですけどもここにきてですねもう、まあ、本当にねもうあっちもこっちも隙のないコンテンツになりましたさらにこれからどん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 コンテンツは追加されていきますので 参加するタイミングとしてはかなりいい時期なんじゃないかなと思いますただし信頼と価値が高まったところでね実績者も出てますので価格は予告の通り上がっております令和5年価格は49万8千円ですえ販売期間によっては特典がついたりとかね値引きみたいなものもあるかもしれませんけどもこの動画をご覧いただいているということはそれなりの特典がついてるんじゃないかなと思いますただし正式な販売価格は49万8千円ですからね どんな得点がついているのかっていうのはこの令和5年の3月の時期によるかと思います通常は何の得点もつきませんのでそういう時にお申し込みいただいた方は、まあ、それでも得ですけどもねはいで前回プロモーションをかけさせていただいたのは2022年の12月ということでその時もお二人の方が参加してくださいました現在26名の方の登録で FX オリガルヒは進んでおります大体ね1ヶ月にお一人かお二人だったら 私ののサポートはあー今のレベルででできるんですよさすがに1か月に5人とか10人入っちゃうと私のサポートは追いつかなくなりますそのぐらい細かいことをやってますほとんどマンツーマンでの感覚でやってますんでね、まあ、ですんで丁寧なサポートを長いこと受け入れるこことは受け合いです、えー、これからね少なくとも10年はこのペースでやっていこうと思いますので私の50代とともに一緒に f x ライフを身につけていきましょう そしてお金と時間の攻略をしていきましょう。それでは画面を切り替えますので、まずは FX オリガルヒのポータルサイトと YouTube チャンネルの方をご覧ください。はい、えー、今回はですね、実際に FX オリガルヒに参加したら、どんな形で学んでいけるのか、そのメインサイトの紹介をしようかと思います。えー、今ご覧いただいているのが FX オリガルヒのポータルサイト。 22年の6月というスタートの起点が書いてあるページですよね。こちらの方は基本的に最初の1回だけご覧いただければもう十分かなと思ってます。動画が2つついてあってですね。あと私のまあ決意みたいなものがここに書いてますね。で、えー、次、講義っていうところがありますので、講義っていうところをタグをタップすると、2022年の6月には全くなかった講義ってものがすでに今、 令和5年の3月に入ってはもう32の講義が追加されてますのでえこちらの講義はね実際に FX オリガルヒを攻略する上で使った現場で使えるテクニックが技術が盛り込まれておりますえここでね大きな差がつきますのでえ今まで初級編中級編と学んできた方もここはあ上級編の講座だと思ってねしっかりと確認して身につけていただきたいと思いますこれは現場でも結構出ますんで あの重要なテクニカルの攻略方法その技術ってことになっております、はい、まあこういうふうに、ね、いろいろありますけども見てて学べば身についていきますでそれぞれがねそんなに20分も30分回る動画じゃありませんので何度か見れば身につくと思いますよ講義の動画これからもプラスアルファで付け足していくと思いますのでこちらの方で新しい技術講義の3334など ま身につけけていいただければと思いますねで。その次に Q&A っていうコーナーがあります Q&A は読んで字のごとく FX オリガルヒの受講生さんや速課塾の生徒さんがですね FX についての、うん、とってもいい質問が上がってきた分を私が動画で回答してるってことになります塾生さんに、えー、関しましてはですね中には動画付きで Q&A のクエスチョンを提出してくださる方もいらっしゃいますので そちらの方を取り上げて直接回答しているものになりますのでこれによってね共通の問題解決が進むと思いますし他の方がどんな疑問を持っているのかってこともここで一緒に分かるよってことになっております割とこれもねもう教科書にしてもいいぐらい役に立つものばかりが載ってますよはいえそれではねまだまだありますんで下の方に行ってもキりがありませんから で次はですね、日々っていうところがあります。おそらく毎日毎日、この日々っていうところを見ることになると思います。最も更新頻度が激しいのがこの日々っていうところですね。まさに日々前進、日々勉強、日々昇進ですね。えー、まあまさに私たちのエフェクスオレアルの日々を占う、そんな講義になっております。日々というところを一番よく使います。えー、例えば今日は3月8日なんですけども、 朝9時前にしてすでに2つの更新がなされています深夜3時と、えー、朝6時ですよねだいたい34時間に1回ぐらいは更新されると思いますで更新頻度が高ければ高いほど利益を取るポイントがその中に入っているってことになりますので更新頻度が激しい時はあせめていい時なんだなと思ってくださいそれからね1日巻き戻って火曜日ですけども火曜日は4つの動画更新を行っております これで一日中のタイムスケジュールが見えてくるわけなんですよね。ですので深夜3時、朝6時、午後、それから夕方っていう感じで、まあすでに3、4時間に1回の更新で一日を網羅する形になっています。じゃあもうちょっと巻き戻して月曜日はどうでしょうか月曜日はたった2回の更新です。これがですね、13時半と深夜22時になっています。まああまり動きがない時とか、わかりやすい時っていうのはこういうふうに 動画の更新がそんなに激しくないよってことになってますえそれから3月3日金曜日ですけどもね金曜日はさすがにね更新頻度が高いですよ6回の更新ですからもしかしたらね見てる方が追いつかないかもしれませんねそれから3月2日になりますと動画更新は5個になってます1日のうちに5回動画更新されてますのでどのぐらい密度濃いサポートが行われているかってことが分かるんではないかなと思います はい。じゃあ、習慣まとめいってみましょうか。あの、中にはね、毎日毎日なかなか時間が取れない人とか、まあ、順調に時間が取れていたんだけども、うん、突発的にですね、今週はちょっと時間取れなかったなーっていう人がいるかもしれません。そういう方のために習慣まとめを用意してます。習慣まとめは読んで字のことし、もう過ぎてしまった一週間をですね、今週はこんなことがありましたっていうふうなダイジェストで私が取り直しているものです。ですんで、この中で大事だなぁと思うものは、 日々の方に帰っていただいて、ピンポイントで、えー、その部分、その時間を見ていただければと思いますね。ただ、この週刊まとめはねあの、そんなに長くは作れてません。10分くらいで作られてますので、えー、ぜひね、この週刊まとめは最低でも、忙しくても絶対見るようにしてください。あの、せっかく FX を学ぼうと思って折り返り入ってても、いや、こちらの講義を見ないんであればね、全く意味ないですから。でも、瞬間的に忙しい時ってあると思うんですよ。その時は、少なくとも土日のいずれかで、 この週間まとめをご覧いただければとと思まます週間まとめには1週間を振り返るものと今後1週間をね見据えていくものまあ予測みたいなのがありますんで今後1週間はどのように動いていくかっていうところもきちんとね載せていますので土日もだから FX の更新がありますよってことですさあ次精神力のページです何があるでしょうかやっぱね FX を学ぶ上で精神力ってものすごく重要だと思うんですよ うん、やっぱり自分の決めたルールを自分で破ってしまうことが繰り返されれば、せっかるくテクニカルを覚えたのに、ギャンブルトレードしてみたりとかね、もうめちゃくちゃになっちゃいますんで、精神力を鍛えるために、えこちらの方も作り込んでおりますのでえ、時にね、ご覧いただければと思います。うん、私の精神力ってのはどのくらいかというと、FX の相場解説を7年間やっても全くペースが崩れないばかりか、どちらかというとね、ペースが増えているというところでも、 お,お分かかりなななるんじゃないいと思いますまた自分ではねちょっと言いにくいんですけどこういうことはね自画自賛みたいな感じでただ誰よりも継続力はあるのかなっていうのと分析力とねあとアウトプットも欠かさないっていうところはまあ私がね自負しているところでございます FX オリガルヒもこれから10年やりますよって言ってるとコロナ宣言できる人ってあんまりいないと思うんですよ大体いいねあの塾ってサポート期間3ヶ月とか6ヶ月ですけどもいやさすがに FX って年単位でサポートしないと ダメですよ。そんなのね。<laughs> うん。ね、私はそう思うんですけどね。はい。じゃあ次、最後、雑談のコーナーです。まあ、雑談のコーナーはね、FX にちなんだいろんな雑談とか、あのー、あんまり大きい声では言えないことをね、話しております。面白おかしく話してますので、そんなにたくさんはね、作れていませんけども、まあ、月に1回ぐらい更新されるかな、ぐらいのおお、なんか長い目で見ていただければと思います。以上が FX オリガルヒのポータルサイトになります。 はい、えー、今回ご紹介するのは FX オリガルヒの動画投稿サイトあつまり YouTube 専門チャンネルになります動画をアップロードしてくださいって書いてますけどもこちらにはですね、まあ、一般公開してる動画はあございません全てですね、えー、限定動画になっておりますしそれから再生リストってところにまとめてられております再生リストには雑談っていうコーナーね精神力っていうコーナー日々 週刊まとめ、Q&A、A、講義というふうにポータルサイトに連動した形でまとまっております。すでに日々はもうね、788本。<laughs> それから他のコーナーもね、まあまあいいペースで積んでおります。私の FX の中級講座が44本の半年の講座になってますけども、それに匹敵するものがすでにね、この各コーナーに搭載されてるってことになります。で、全体の動画を見たい場合は、皆さんね、チャンネル登録をしていただいて、 ベルマークの通知もしておくってことになりますけども現在ね26名の方がチャンネル登録してくださってますまあこれが単純に FX オリアルヒの会員さんの数ではなくって1人の方が複数のチャンネルから登録してる場合もあってねそれぞれスマホで見たりとかパソコンで見てるのにしてるのかなと思いますけども、えー、こういうふうなね使い方をしてる方もいると思いますので大体ね FX オリアルヒの皆さんって今22名のはずなんですよですんで4つ余計になんかね数字が反映されてます ただ通常はこの26ってものに関しまして26名の方が学んでいるって言い方をさせてもらってます。まあ混乱してもいけないんでね。ちなみにチャンネル登録をしているその一つは私自身っていうのものありますので、まああの26ってのはね、ちょっとだけ水増しされてるかなってところがありますけども、まあおおむね22名が本当なんですけども、今26名の方がこう反映されてますので、あまり細かいことはね、ちょっと気にしないでいただきたいかなと思います。通常はこの数字を元にお話しさせていただいております。 そして、コンテンツってところに行きますと、こういう風にね、えー、動画の更新がバシバシ行われているのがわかると思います。まあ私の動画更新のペースっていうのはね、もう十分皆さんお分かりいただけたと思います。あの、見る方が追いつかないと思いますんで、あの、FX に関しましては、皆さんがね、いつ、えー、ログインしても、最新の動画が常にあるような形で私の方はね、気合を入れて動画更新してますんで、とてもじゃないけど全部は見れないと私も思います。 まあですんで、時間が過ぎてもいいんでね、こうやってすべてが2分とか3分とか5分以内の動画がまとまってますんで、すべて見ても1日に30分撮ることはないですから、少なくとも1日まとめてね、今日の動画は何かなって感じで、ああ見れる分だけ、できるだけ多く見ていただければ、確実なる復習と力がつくことになると思います。動画の投稿は本当にね、3、4時間に1回の目安で必ずしておりますので、深夜、早朝、それから午前、午後、夕方、 場合によっては深夜っていう感じでね、ぐるっと回ってやってますんで、どこでも私が FX のそばにいますよってことです。<laughs> この上でね、皆さんからの Q&A も受け付けますんで、どんどんご連絡ください。以上が YouTube チャンネルの紹介です。はいあ、いかがだったでしょうか。あとね、他のインターネットビジネス塾の方とか、FX の、えー、専門コンテンツをお持ちの方も、オリガルヒはもう隙のないコンテンツになってると。しかも、 久保さんぐらいのペースで動画更新する人は他にはあられないっていうふうに言ってますよねうん確かにいろんな FX の塾あると思うんですよ有名人がやってる方もいればね何十億稼いでる方が講義をやってる例もあります私も与沢翼さんの講義は受けたことがありますただレベルが高すぎて追いつきませんでしたですんでねやっぱりこう日々やり取りができる人と細かいところまでサポートを受けれるっていうのは何よりもの私ができるサービスだと思うんですよ ぜひね F X オーレアリアルに飛び込んできていただければと思います。それでは連絡お待ちしております。よろしくお願いします。